ツープラトンは、プロレスのタッグマッチで二人のレスラーが共同し技を繰り出すことである。合体技、同時技、合わせ技、ダブル技とも呼ばれる。主にプロレスのタッグマッチで二者が同時に相手の一人を攻撃することを指す。特に複数人で協力して仕掛けるプロレス技を言う、ツープラトンとは、英語で二個の正体の意味である。本来、プロレスのルール上は、 ープラトン行為は反則であるが、5カウント以内の反則は許されるというルールもあるため、いきなり反則負けになることはほとんどない。かつては走ってくる相手へのカウンターのダブルエルボーバット、ダブルチョップ、ジャイアントババが坂口誠二やジャンボツルダとのコンビで繰り出したダブルカウンターキックなどのパターンに限られていた。二人で一人と戦うのがタックの定石とは当時から言われていたが、 タッチワークや自軍コーナーに引っ張り込んでの二人、がかりでの攻撃といった分野が主であった。ルーテーズは味方がフォールされた際のカットすらナンセンスだと語っている。1980年代前半になって、アドリアン・アドニスボブ・オートン・ジュニア、超収力アニマル・ハマグチ、スタン・ハンセンブルーザー・ブロディ、ロード・ウォリアーズといったチームによるハイジャック・パイル・ドライバーや、 ダブルインパクトなどの各種ツープラトン攻撃が出現し、近年のツープラトン攻撃前世時代に至った、エンターテインメント性をいよいよ強めている、近年のプロレスにおいては、タックマッチにおける、観戦客の興奮を盛り上げる最大の見せ場の一つであり、もはや必要不可欠の要素になっている。打撃技の場合、普通は相手を自分たちの正面に置いて、技をかけるが、相手の前後に立ち、 挟むように技をかけた場合は、サンドイッチ式と称する、代表的なツープラトン攻撃を抜粋して記載する、レーザーラモン HG とアランクロキによる、ダブルドロップキック、ドロップキック2人同時にドロップキックを仕掛ける、フロントハイキック2人同時にフロントハイキックをかける、互いに肩を組んで仕掛ける場合が多い、サンドイッチ式ラリアット相手の前後から挟み込むように、同時にラリアットを仕掛ける、 クロスボンバーとも呼ばれる。サンドイッチ式円髄切り相手の前後から挟み込むように同時に円髄切りを仕掛ける。ハイジャック式、パイルドライバーコーナー付近で、一人がドリルはホールパイルドライバーの状態で持ち上げ、もう一人がコーナーに登り、コーナー上から相手の両足を掴み、そのまま飛び降りる。その勢いを利用して、もう一人がパイルドライバーを仕掛ける。 ブレインバスター二人同時に相手に組み付いて、協力して持ち上げて、ブレインバスターを仕掛ける。パワーボム一人が、パワーボムの体勢で持ち上げたとき、もう一人が、正面から、相手の頭部を掴み、二人の力を加えながら、背面からマットに叩きつける。バックドロップ二人同時に相手に組み付いて、協力して持ち上げて、バックドロップを仕掛ける。 チョークスラム二人同時に相手に組みついて、協力して持ち上げて、喉は落としを仕掛ける。スーパーパワーボム一人がコーナーに立ち、もう一人相手を逆さまにして、コーナー上の一人に渡す。コーナー上の者のはパワーボムの体勢で飛び降り、その時下の者が力を添えて協力する。3D 相手をロープに振り、帰ってきたところを一人が、 正面から相手を捕まえて上空に放り上げ、下半身のあたりを抱え込む。その相手の頭部を、もう一人が助走をつけて、空中で両手で掴んで、エースクラッシャーの形で倒れ込みながら、もう一人もそれに合わせて倒れ込み、相手を顔面からマットへ叩きつける。バックドロップチョークスラム一人が、バックドロップで担ぎ上げた時に、もう一人がチョークスラムの要領で、相手の首をつかみ、 バックドロップで相手を倒すと同時に、それに合わせて、喉は落としをかけるように相手を押し倒す。ビザン一人が相手の背後から、ジャーマンスープレックスの体勢で抱え込む。そして、もう一人がその背後から味方を、ジャーマンスープレックスの体勢で抱え込み、そのまま後方へ、ジャーマンスープレックスで投げ捨てる。そのため、味方ごと相手も投げ捨てることになり、 通常のジャーマンスープレックスよりも高い角度で決めることができる。反面、味方にもダメージが及ぶ欠点がある。俺ごと彼一人が後方から相手の腰を両手で抱え込んで持ち上げる。そこへ正面からもう一人が味方ごと相手にストをかける。それにより相手はジャーマンスープレックスを食らったように後方へ叩きつけられる。通常のジャーマンよりもストの威力がある分、 大きなダメージを与えられる。しかし、味方にもダメージが及ぶ。橋本真也が、プロレスリングゼロン時代に、小川直也とのタッグを組んだ時に、橋本が、自分はその味方でありながら、ダメージを食らうことを覚悟の上で開発し、試合中に小川に、大声で指示をし、行われる、合体技である。仮ルードこれも、橋本と小川の合体技で、小川のストと橋本の水面切りを合わせた。 合体、ダブルインパクト2プラトン技の代表格。一人が相手を肩車で担ぎ上げたところへ、もう一人がコーナー上から相手をめがけて、ダイビングラリアットを食らわせて同時に、後方へ投げ捨てる。派生用法も多い。ありがとうございます。